かなり汚染が進んでるみたい。私たちの呼びかけに答えられないなんて。すぐ始めよう。みんな、準備はいい？アビスの力。気をつけろ。奴が来た。なんつうスピードだ。愚かな勇気には一辺の価値もない。あのような儚い魂で我の足を止めようとするとはな。しかとすりつぶしておいてやったぞ。お前、まさかマルコを？いずれ散る定めにあった魂を案ずるより己の身を案じるべきではないか。我に似た存在を倒したことがあるのかもしれぬが、だからといって甘く見れば相応の代償を払うことになるぞ。いいな、アビスの力は人を酩酊させる。それによりなされる破滅はまるで芸術作品。我がここに現れたのもただ近くでそれを鑑賞する機会を逃さぬためだ。そこの小娘ほど甘い人間はいないだろうと思っていたが、まさか自ら死地に飛び込む間抜けがこうも言えようとは。短命な人間は実に哀れなものだ。圧倒的な力を何も分かっていない。コメ、プライド、友情、そんな空虚なものはただ自己を麻痺させるためだけにあるもの。何の力もない。エンジンが体裁の良い概念をこれほど作り出したのも私的な欲にまみれたがゆえだ。原初の恵みを何時ら凡人に分けたくないがためにな。でなければなぜエンジンは最強の存在である一方、何時はこれほどまでに弱い、立ちいなよ。私、カチーナちゃん、私の手を握って。感じた？私はそばにいるよ。ありがとう。私、思い出したよ。もう、怖くない。だって、一人じゃないから。君の言い分は正しいのかもね。確かに、慰めは何の力も与えてくれない。でも、君は大きな勘違いをしてる。君の力はどれも、努力して手に入れたものじゃない。だから、力の根源のことを君は理解できない。何を言ってる？友情があるからこそ、私たちは、勇気に満ち溢れ、ひるまなくなる。力を生み出すのは、友情そのものじゃなくて、友情という概念を信じ、集まった私たちだよ。よく言ったぞ、モアラニー。この程度の敵、私たち二人で十分。行くよ、カチーナちゃん。うん、ごめんなさい。でも、でも、やっぱりあなたを懲らしめないと。あいつに分からせてあげよう。ナタ中どこを探しても、私たち二人のタッグにかなう奴はいないってことをね。開始、新たな命を生成。サイクトスタート。ダラムサメとアタック。
見くびられた時はこうやってギャフンと言わせてやらないとだな。すごいすごい、グッジョブだよカチーナちゃん。よかった、本当に私も嬉しい。おはるみちゃん私たちやっぱり黄金コンビだね。は、な、何これ。私のコメが光ってる。ここに来るとき持ってこなかったのに。これはおそらく物質空間への投影だろう。だがなぜコメが突然現れたのか。まさかあんたが。友を救うため万難を排し、アビスの汚染を最も受けてる場所に飛び込むとは、なんて考えなしな奴らだ。だが、かっこいいじゃねえか。さっきあんたが言った通りだ。一人ぼっちのナタジンじゃアビスの力に立ち向かうなんてできやしない。長い時間をかけ満身創痍になってようやく俺はそれを理解した。まったく散々遠回りしたもんだ。エンジン様の計画じゃ一人一人が自分の役割を果たし団結して初めて最も強大な敵を完膚なきまでに打ちのめせる。君は。俺はトゥパック。500年前にアビスがナタに侵入した時に戦ってた流線の銃の戦士だ。その名前聞いたことある。ナタを救った巨体の英雄だよね。俺の意識がコメの中から蘇ったっちゅうことは、あんたも大礼の記載を十分に理解したってことになる。全ての部族を団結させ滅びゆくナタを救ってくれ。あ、私が。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。クオンの暗闇さえも我々を分かつことはできない。今のナタに訪れる危機を予知していたの。そしてその時からナタを救おうと。ここでゆっくり話すような内容じゃない。帰ってからじっくり説明しよう。一部はな。でもまさかムアラにも計画を担う一員だとは思わなかったぞ。とりあえず今はここの大霊さんを救うことに集中しよう。簡単に説明できないみたいだし。
でもう大丈夫なはず。あの、大霊さん、意識は取り戻せた？ええ、聞こえるわ、カチーナ。我が愛しい子よ。よかった。でも、ごめんなさい。挨拶したばっかりだけど、すぐお別れしなきゃいけないの。私たち、もうここに留まっていられる余裕がないんだ。本当は、どうしてコメを私なんかに授けてくれたのか聞きたかったけど。でも、もう大丈夫。自分で考えて、努力して強くなって、そして英雄にふさわしい生き方をするって決めたから。ええ、でもカチーナ、何があろうと、私の目にはあなたが最も優れた子として映っているのよ。え？あなたたちは皆、私の最愛の子。あなたたちを育み、守ってきたことをずっと誇りに思ってきた。コメは私があなたのためにつけた一つの名に過ぎないわ。両親があなたにカチーナという名をつけたのと同じように、難しい意味はない。自分の人生を歩めばいい。より輝かしい継承者になろうとなんて考えなくていいの。私が望むのは、ただあなたがもっといい自分になることだけ。コメに新たな歴史を綴っているのはあなた。結果がどうなろうと重要じゃないわ。私はあなたを愛している。あなたの両親と同じくらいね。さあ、お行きなさい。ここは今も刻一刻と悪化している。変人の計画をあなたたちが一歩前進させたのを見れて嬉しかったわ。大切な人々や部族のために、ナタを救いなさい。子供たちよ。ありがとうございます。こうして言葉を交わすのは初めてですけど。今の言葉は、カチーナちゃんにとって、何よりの励みになると思います。うわっ！なんだ？地震か？もう時間がない！アビスの力が迫ってる！早く逃げなきゃ！
よくやってくれた。さあ戻ろう。私たち戻ってこれたの？エンジン様が助けてくれたみたいだな。でもエンジンがいないぞ。そもそもそうだぞ、力を失ってるって言ってたよな。エンジン様ならまだ談義室にいるはずだ。さっきのあれは精神だけを矢神の国に送ったんだと思う。精神だけであそこまでできるのかよ。力には必ず代償が伴うけどな。気分が悪いの？カチーナちゃん、もう少しの辛抱だよ。急いで聖火競技場に行こう。出発前、お医者さんを手配してくれるってエンジン様が言ってたでしょ。ああ、お前たちは全員一通り検査を受けた方がいい。念のためにな。オイラはなんともないけど、お前はどうだ？それもそうだ。お前はアビスの力なんてへっちゃらだもんな。さあ、行くぞ。治療を受けるのはもちろんだけど、矢神の国で得た情報も共有しないとな。そういえば、大霊が言ってたエンジンの計画って一体何なんだ？それはエンジン様に説明していただこう。今ここにいる全員が計画の一員になったわけだしな。私たちの行動のすべてが、ナタの運命を左右するんだ。